あれが祠だ。よし、まだ封印は破られていない。気をつけて。変異者来る。艦長、あんたは下がったろ。ここは俺たちに任せて、早く結界を。
に貼り付けていない。ギャーとか黄色い声あげたらなんかあるだろう。俺に何を期待してるのか知らんが、話を引き伸ばして封印を逃れようとしても無駄だからな。状況じゃないっつうんだよ。
界は。近づかないで。もうすぐ炎症が終わる。艦長。すぐに負傷者の救護を。全勢力を挙げて祠を固めろ。絶対に結界を破らせるな。みんな大丈夫か。グリシナ、地鳴りが気になったのでな、王立騎士団の知り合いに連絡して援軍をよこしてもらった。安心しろ、祠の封印は破られていない。イリーナの結界が祠を守ったんだ。魔人の気配も消え失せた。どうやらイリーナの結界の中に祠もろとも封じ込めたらしい。そうか、よかった。おい、無茶をするな。弾き飛ばされた衝撃であちこち怪我してる。肩を貸す。よし、足は折れていないようだな。もう日が暮れる。ここは任せて、先に図書館に帰還してくれ。ただイリーナだけは傷がかなり深い。ここで処置をしてから私が図書館へ送っていく。詳しい話はその時にしよう。艦長遅いね。大丈夫だよ、グリシナさんがついてるんだから。だけどさ、魔人とまともにやり合ったんだよ。魔人つったら神だよ、神。さすがの艦長もさ。不吉なこと言わないで。ごめん。大丈夫ですよ、艦長さんなら。お前ら、暗くなりすぎだぞ。魔人の復活は食い止められたわけだし、もしまた封印が破られそうになっても、正体が分かれば対策も立てられる。次は絶対、こんな苦戦させねえよ。
頼もしいこと言ってくれるじゃない。本当、それにグリスネさんも。館長さん、怪我は？手当てしてもらってずいぶん良くなったわ。まだ少し痛みはするけど。痛むというレベルではないだろう。数日は絶対安静だ。はいはい、あなたったら相変わらずの堅物ね。それじゃ私は先に失礼するわ。みんなも今日はゆっくり過ごしなさい。で、グリシナ、館長の本当の容体は？かなりの重傷だ。魔力も体力も著しく消耗している。動けなくても不思議ではないんだが、今は気力で持っている状態だと思う。しばらくは負担をかけないように気遣った方がいい。そんなに辛いのに普段と同じ顔してるなんて。あの人プライド高いからね。泣き言なんて私らの前じゃ絶対言わないよ。フリード、私もこの隊に入れてはもらえまいか。なんだ、いきなり。いや、最初に会った時から考えていたんだ。この国の大事に、己の功名のためだけに剣を振るっていていいのだろうかな。言っておくが、給料安いぞ。そんな心配はしていないよ。冒険者をやっていればいくらでも金は稼げる。10年は遊んでいられる程度の資金はあるからな。それに、たとえこのまま無事魔人を封じ込めることに成功したとしても、やるべきことは山積みだ。発生した変異種の駆除、増殖した魔物たちの駆逐、エリアの正常化、手が大いに越したことはないだろう。ああ、そういうことなら大歓迎だ。はい、クリシナ先輩、いっぱいいろんなこと教えてくださいね。よろしくお願いします、クリシナさん。あ、こちらこそよろしく頼む。よし、それじゃあ今日は解散だ。各自しっかり休息を取るように。らっしゃい、鑑定返品、毎度あり。こちらで毎度あり、返品、毎度あり。こちら毎度あり、こちら毎度あり、返品、毎度あり。こちらで毎度あり、返品、毎度あり。買い取りですかい？Thank you.
橋教会へ。俺、頼まれてた北隅でな。それだけで足りるか？十分です。これでいつも通り聖アシウスの日を迎えることができますわ。皆さん、ありがとうございました。ほら、みんなもお兄様お姉様にお礼をしましょう。お兄さんお姉さん、北スミレを摘んできてくれてありがとう。シスターフィオラ、よかったね。みんな素直でいい子ですね。このお酒の、みんなおやつ食べてるぞ。行かないのか？お酒じゃない、ギゼ、ギゼリエットマーシュ。マーシュってことはフィオラさんの妹さん。ここの子はみんなお姉ちゃんの兄弟だから血はつながってないけど。神様なんかに頼って施しを受けて生きていくの嫌だから。リゼ、どうしてそんな悲しいことを言うの？私があなたと出会えたのも、こうして姉妹となれたことも、神様のお導きがあったからでしょ。それにほら見て、こんなにたくさんの北スミレ、聖アシウスの日を無事に祝えるのも皆さんの善意と神様のご加護があるからだわ。いやー、そうのですね。
ちょっとフリード、気まずいでしょうよ。あんたなんとかしなさいよ。あ、いや、俺はだな。私がここにいるのは神様のご加護なんかじゃない。お姉ちゃんが拾ってくれたからだよ。神様なんて信じない。この世界で私が信じてるのはお姉ちゃんだけ。それにその北スミレだってこの人たちが取ってきたんでしょ。神様じゃないよ。日曜のバザーまでにあと10個作らなきゃいけないから邪魔しないで。ねえ、あなたはお金の心配なんてしなくていいのよ。リセ、皆さんの善意を信じましょう。きっと神様が良いように取り計らってくださるわ。シスターフィオラ、早く食べないとクッキーなくなるぞ。お茶も冷めちゃうよ。ほら行こうよ。おっと、ヒルデ、あなたたちは先にいただいてなさい。私はリゼを連れて行かないと。リゼはどうせ来ないよ。人形と遊んでる方が好きなんだから。そんなことないわよね。さあ、みんなと一緒におやつをいただきましょう。すみませんでした。 いえ、いいんです。子供たちと遊べて楽しかったですし、のんびりしてて素敵な教会ですね。今度は弟たちも連れて遊びに来ます。ええ、神様はいつでも門を開いて待っていますよ。あのリゼにもよろしく伝えてほしいんだけど。おお、珍しいね、リリアン。シンパシー感じちゃったか？まあ、しっかり者のシスターがいればリリアンみたいにはならねえだろ。教会のリゼだよな。こんなところで何してるんだ。おい、待て、逃げるなって。フィオラから教えられてるだろ、城壁の外は危ないんだ。一人で寝ちゃダメだ。でもリトが。ペギーみたいな人形のことか。そういや、今日はあの人形を持ってねえな。忘れてきたのか。なくなった。なくなった？昨日本当に取られたの。12になっても人形遊びなんてバカみたいだって。今日になっても返してくれなくて、聞いたら捨てちゃったって。それで一人で探しに行こうとしたわけか。だってリトが。あのな、リゼ、意地悪したのはそのオットーってやつだろ。それに捨てたってだけじゃ探しようもない。どこに捨てたのかオットーに聞いたのか。ならちゃんと
話してそいつに探しに行ってもらうとか一緒に探しに行くとかさ。何もお前が黙って一人で探しに行くことはねえじゃねえか。別に手伝ってもらいたくない。私は一人で見つけられるから。ダメだっつーの。外は魔物だって出るんだぞ。お前戦えるのか。とりあえず一度孤児院に戻ろう。自分で言えよ。私が？当たり前だ。お前の大事な人形なんだろ。私のリタ、どこにあったの？それは…だから…おっと！あんたが悪いんだからちゃんと謝んなさいよ。わかってるって。嘘だよ。放り投げて遊んでたらニルの木のてっぺんに引っかかって。本当？本当だって。ほらあそこ。取ろうとしても取れなくて捨てたって嘘ついたんだよ。なんで、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 大事な、大事なリトなのに。だから悪かったって。そのうち風に吹かれて落ちてくると思うからさ。そのうちなんて絶対ダメだよ。リトはお姉ちゃんがリゼに作ってくれた宝物なんだから。そんなこと言っても無理なものは無理なんだからどうしようもないでしょ。子たちと遊んであげずに一人遊びばっかりしてるリゼだってよくないんだよ。遊んでるわけじゃないわ。でもみんなそう思ってるよ。リゼはシスターフィオラから特別扱いされてわがまましてても許してもらえるって。はーい、そこまで。お互いいろいろ言い分あるのは分かった。とにかくあの人形はリゼの大事な人形で、モットーは本当に悪かったって思ってる。で、いいよな。何するの？これでも一応討伐隊の一員だからな。一通りの訓練は受けてる。今回のこと、オットーも悪いけど、リゼもダメなんだぞ。私は悪くないよ。いや、その人形が大事なのはわかるけど、だからって友達をないがしろにしちゃダメだ。これは俺の経験談だけど、自分の世界に閉じこもってるのは楽だけど、やっぱそれだけじゃダメなんだよ。私は、リゼとリトと、お姉ちゃんだけいればいい。リゼ、私のことは放っておいて。
どうした？そんなに慌てて。手を貸してくれ、イリーナが。艦長が？おはよう、フリード。ちょうどよかったわ。今呼びに行かせようと思ってたの。艦長、あんた絶対安静のはずじゃなかったのか。あら、それはヤブ医者の診断でしょ。魔法医学は私もかじってるし、それに自分の体のことは自分が一番よくわかる。もう痛みもないし問題ないわ。さっきからずっとこの調子なんだ。君からも何とか言ってやってくれ。あなたは融通が効かなさすぎるのよ、グリシナ。だから最終試験でも私に負けて総合主席にはなれなかった。ああ、その通りだ。君は優秀だよ、イリーナ。だが大怪我を押して動くのはさらに傷を深める愚の骨頂だぞ。焦る気持ちはわかるが、君らしくもない振る舞いはやめて冷静になってくれ。グリシナ、今は私がここの司令官よ。それ以上の口出しは越権行為じゃなくて。おい、いくらなんでも言い過ぎだろ。グリシナはあんたのためを考えて口出ししてるんだ。それに魔人はピエルタンの祠に封印し、その周囲は騎士団の精鋭が守りを固めてる。無理を押してまで今動くことはない。少し休息を取ってもいいはずだ。脇が甘いわね、フリード。必要があるから動いてるのよ。どういうことだ？古代の名だたる錬金術師たちが全勢力をかけて作った封印の祠が嵐や地鳴りで簡単に壊れると思う？こちら側に魔人の力を悪用しようと画策していた勢力がいたのよ。まさか魔人の力は人に扱いきれるようなものじゃないだろう。そう、人間にはね。どういうことだ？人間の中に入り込む人ならざるものいるでしょ、あなたの身近にも。まさか囚人のことか？彼らは人間になり代わりこの世界を支配しようとしている。その証拠に彼らの本拠地ホラムシャハルの里には祭神として強力な邪神が祀られているわ。まさか獣人は我が国と敵対したことは一度もないし、今は友好条約まで結んでいる。とてもそんな野望を持っているようには。すぐには信じられないのも当然ね。だけど真実はホラムシャハルに行けばわかる。この邪神が国を守護する力を弱め、魔人の復活を助けていたのよ。さあ、一刻も早く現地に向かい、彼らが守り神と崇める邪神を倒してきてちょうだい。フリード、君はどう思う？艦長の妄想だろ。熱でもあるんじゃないか。さ、寝たね。愚弄は許せないのよ。なでしょ。信じられないなら現地に行って自分の目で確認なさい。ふう、分かった。行けばいいんだろ。行けば。君がそう判断するなら私は従うしかないな。悪いグリシナ、みんなを起こしてきてくれないか。支度をしたらロビーに集合するように。来客か？いや、すみません。誰かいらっしゃいませんか？リセが、妹が、誰か。フィオラか？フリードさん。
前に何かあったのか？いないんです。どこにも、孤児院にも、教会にも。まさか誘拐か？妹は賢く用心深い子です。人さらいに連れて行かれるとは。何何、どうしたの？あれ、ビオラさんだ。誘拐じゃないなら家出でしょうか。うちの弟、親と喧嘩してはよく家を飛び出すんです。いなくなる前、リセちゃんと喧嘩したりしましたか？いいえ、喧嘩なんて。だけど今朝、毎月大口の寄付をしてくださる特殊家の方がいらっしゃって、来月から寄付を打ち切りたいという申し出をされたんです。もしも来月寄付が集まらなければ、個人の教会も人手に渡ることになってしまう。もしかしてあの子、それを気にして。行き先に心当たりはないのか？神殿でご神託を授かってきたんですが、このアクティムの城壁の内側にはいないと。聖なる神の目が届かない場所、閉ざされし幽魂たちの眠る場所。なるほど、モスタルの地下墓地か。そういえば、先月の初めの慰霊祭であの子を連れてモスタルの地下墓地に行ったことが。すぐに。待て、あそこは魔物の多い危険なエリアだ。フリード、ここは我々が。ああ、そうだな。ちょっと、あなたたち、これはどういうこと？私はすぐにコラムシャハルへ向かえと言ったはずよ。孤児院の女の子が行方不明なんだ。危険な場所に迷い込んでるかもしれない。それで？すぐに救助に向かう。そんな命令は出していないわ。早く任務に向かいなさい。いくら艦長の命令でもこれは聞けない。救助が先だ。イリーナ、私も同意見だ。目の前で助けを求めている者を見ぬふりをする者に剣を振る資格などない。目先の情ではなく、理性で動くのが司令官の務め。それに従うのがあなたたちの務めでしょ。あの、フィオラ、大丈夫です。少しは魔法も使いますし、皆様にはこの国の守護という大切な役目があるんですもの。迷惑をかけてはいられません。それでは、ありがとうございました。おい、待て！フリード、さあ、あなたたちも早く任務に。悪いが艦長、その命令は聞けない。何ですって？みんなも、いいな。当然だ。呪われし運命を背負う我が半身を見捨てるわけにはいかないわ。早く行こうよ。よし、モスタル地下墓地へ急ぐぞ。